少しずつ気温の高い日が増えてきました。今日も日差しが眩しいです。今はまだ涼しいですが、これから暑くなってくると必要になるのがエアコンです。皆さんはエアコンのお手入れしてますか？今日はハウスクリーニングなどを行うお掃除革命の渡辺健吾さんにエアコン掃除のポイントを聞きました。大型連休明けから増えるというエアコンのクリーニング依頼は6月がピーク。特に去年は暑い日が続き、エアコンの使用頻度も高かったことから、今年はエアコンの汚れが目立つといいます。今見た感じ、こちらの上の部分の熱交換器っていうんですけども、ここから空気を吸うんですけども、ここにホコリですとか、カビがの汚れがついてますね。確かにこう細かいところよく見るとホコリついてますね。はい、熱交換器に専用の薬剤を吹きかけて時間を置きます。その間に外した部品を洗浄。フィルターは自分でも簡単に取り外せるので、2週間に1度を目安に掃除をするといいそうです。台所のついているエアコンですと、油汚れがついていることが多いので、油汚れ用の洗剤を使ったりとか、あとやっぱカビが多ければカビ用の洗剤を使って洗ってもらうときれいになります。またこまめに掃除をすることでこんなメリットも。エアコンの効率も良くなるので、無駄な電気代とかも抑えられます。その後、高圧洗浄機でエアコンの内部を洗浄していきます。結構汚い水出てきますね。そうですね、汚れてますね。大量水が出てきますフィルターなどを戻して1時間ほどで作業は終了しました。試運転した時に少しこうカビの匂いがするとか、ホコリっぽい感じがするっていう時が、お掃除の目安になると思います。業界大手のエアコンメーカーによりますと、まだ涼しい時期に試運転をしても冷房運転が作動しなかったり、すぐに止まったりするため、気温が23度から25度くらいの時に試運転をするのがおすすめだということです。また試運転は冷房の温度を16度から18度に設定し、10分ほど運転。冷風が出ているかや異常を示すランプが点滅していないかを確認します。本格的に使う前に一度試運転されて、で最初やはり中のホコリですとか、そういったゴミが舞う可能性がありますので、十分に換気しながらやっていただければいいと思います。早めに試運転やクリーニングをして本格的な夏に備えましょう。